皆さん、ミッドレイヤーって知ってますか？大阪のセレクトショップロココの小谷です。菅尾です。今回はミッドレイヤーを普段着に取り入れる強みについて話していきます。この動画は前編後編に分かれているので、こちらをご視聴後ぜひ後編もご覧ください。ということで、前編ではミッドレイヤーとは何かというところから役割と種類、あとは街中で着る際のサイズ感についてお話ししていきます。では最後までよろしくお願いします。お願いします。ミッドレイヤーは登山などのアウトドアシーンで生まれた言葉です。ベースレイヤーとシェルレイヤーの間に着る服のことで、僕たちが今着ているやつもそうです。登山など過酷な環境に合わせたスペックなんで、暖かいのはもちろんなんですけども、体を快適に保ってくれるというのが強みになっています。元はそんな感じでアウトドア用のアイテムだったんやけど、最近は普段着としても使われる場合も増えてるんよね。理由としてはアウトドア感が強くないデザインというか、洗練されたモデルが増えているっていうのが大きくて、実際に着てみると、めっちゃ便利やんっていうシーンが多いね。そうですね。本当にミッドレイヤーの機能性は普段着としても大活躍だと思います。ミッドレイヤーそのものの説明はこんなところで、次はその機能性について話していきましょうか。ミッドレイヤーの大きい役割は保温性と通気性、透湿性が挙げられます。保温性は外部の冷気と体の間に空気の層を作ってしっかりキープしてくれるものです。そして通気性、透湿性は汗などの水分を外に逃がすものというイメージになります。細かく言うと、人は暑くなくても体を動かしていなくても体温調節のために汗をかいてしまうんですよね。その汗はベースレイヤーが吸い取って、でミッドレイヤーに渡されるわけなんですが、この渡された水分をうまく外に逃がすことができないと体温低下につながってしまいます。登山などの過酷な環境下では命に関わることになっていますね。日常的な視点だと風邪をひいてしまうというイメージです。それぐらい通気性と透湿性は大切ってことやね。じゃあミッドレイヤーの機能性も理解できたというところで、次は種類について話していきます。では簡単に、種類の紹介をしていきます。ミッドレイヤーの種類は大きく分けて、フリース、ソフトシェル、インサレーションの3つがあります。まずはフリースタイプ、ちょうどいい保温性と動きやすいのが特徴で、ロングシーズン使える万能タイプといった感じですね。ものによりますが、通気性、透湿性もしっかり備えたものが多くて、何かと使いやすいです。ただ風や雨には強くないことが多いね。普段着としては重要視するポイントではないと思うから、普段着としてはフリースはぴったりな種類だと個人的には思うかな。じゃあ次はソフトシェルですね。これは極端に言うとフリースと逆というイメージです。水と風に強くて保温性に欠けているという感じです。フリースと比べて保温性には欠けるんですけども、撥水性や防風性があるものが多いですね。あとはストレッチ性が高くて動きやすいものが多いね。アクティブシーンにはとても便利かな。では最後はインサレーションですね。こちらは冷え込む冬場にもってこいで、高い保温性が特徴です。例えばダウンとかもそうなんですけども、普段着として着用すると、暑すぎると感じるかもしれないです。確かに、特に電車によく乗られる方は逆に汗をかいてしまったりするかもね。簡単に3種類紹介してきましたが、普段着としておすすめなのはフリースタイプかなと思います。先ほどの説明でも話したんですけど、やっぱりちょうどいい保温性と万能さが魅力ですかね。さらにロングシーズン対応できてしまうので、最初はフリースタイプを選べば間違いないかなと思います。そうやね、僕も個人的にはフリースタイプが一番好みかな。
例えばだけど、室内と室外の気温差で汗をかいてしまった時は通気性と透湿性で対応、室内にいる時はカットソーの上に1枚で十分な暖かさ、またポケットがベンチレーションシステムになってたりするのでフロントジップと合わせて、簡単に体温調節もできてしまうというところがありますかね。あとは軽量でコンパクトなので、カバンに入れておけるっていうこともポイントかなと思います。これらを実感すると手放せなくなるくらいだと思います。めちゃくちゃ万能ですね。アウトドアとしてではなく普段着として着るならサイズ選びも変わってくるかなと思いますので、続いてサイズ選びについて話していこうと思います。登山などアウトドアシーンではタイトなサイズ感を選ぶのが主流だと思うんですけど、普段着として着るならゆとりを持たせる方がおすすめです。そうやね、ややゆとりがある方がアウターとして着た時も様になるよね。ただゆとりを持たせすぎるのはおすすめできないですね。ミッドレイヤーの機能を十分に発揮できない可能性があるのと、上からアウターを貼るときにごわついてしまうっていうのがありますね。はい、ということで今回はミッドレイヤーについて話してきました。皆さんミッドレイヤーの魅力について気づいていただけましたでしょうか。後編では実際にロココおすすめのミッドレイヤーアイテムをご紹介させていただきますので、よかったらそちらもご覧ください。こちらの動画が参考になりましたら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。では後編の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。